はい、皆さんこんにちは、サルです。今回はポケットストーブのごとくについて考えようと思います。これね、ワークマンで買ったやつなんですけど、今まで使ってた網はこういったですね、ダイソーの丸四角網セットでね、110円で売ってるやつで、これの四角いやつをね、こう乗せて使ってたんです。でこれダメっていうことではないんですけど、爪をねこう出さないように、爪が網から上に出ないようにうまくこう置いてやればね、いける時はあるんですけど、こんな風にね、ただね、この爪が左右で互い違いになってるので、どっかで落ちたりね、片一方だけが落ちてたり、ちょっと不安定というか少し使いにくい。でしかもこう火をね使ってるので熱い状態なのでね、こう持ってね調整するわけにいかないので、この状態でねやるっていうと、片一方は網のねこううまい具合にね上に乗ってるんだけど、もう片一方は落ちてたりとかにすると、この網がねまたこう斜めになってしまったりしてね、慎重にやればねこれでもいいです。ただちょっと夜中暗いところとかね、あとねこうはまっちゃってね、こう抜けなくなる時も過去にあったんですね。持ち上げようとしたら抜けない、そうするとこう押さえてから抜かないといけない。ただ外にねそんな押さえるような便利な道具とか必ずしも持っていってるわけではなかったりするので、そうするとね追加でね燃料を足したい時、非常にこうねうまくいかなかったりねすることもあって、少しストレスだったんですよね。丸い網の方もね、これねこんな風にグラグラしてたり、この状態もね、一方は爪が出てるけど一方は爪の上に乗ってるということで、網が斜めになったりね、もうちょっと網目のね小さいバーナーパッドみたいなものだったらねいいんですけど、バーナーパッドってですね割と大きいんですよね。これ11センチ角ですけど、11センチのバーナーパッドってあんまりないんですよね。中華とかでも、私が知ってるやつでも12センチが一番小さくて、ユニフレームとかだともっと大きいですよね。まあ少々ね斜めっててもね、別にいいクッカーとか、まあ、シェラカップみたいにね高さのないクッカーだったらね、まあ何でもいけるっちゃいけるんですけどね。あとその爪の上にね物を置くような大きなね底の面積の広いクッカーだったらね全然いいんですけど、っていうかそもそもこれがいらないんですけどね。その場合はポケストスタイルはね、コンパクトにやろう、手軽にやろうということで、基本的に持っていくクッカーは全て小さいので、そういう場合はねこういう網がないとねちょっと不安定、そうするとねちょっとこう気持ち悪い感じ。要はこのポイントはですね、爪があることです。爪がしかもこっちは左端に爪があって右側にはスペースがある、ところが奥側は左にスペースがあって右は端っこに爪があるというふうにね、互い違いになっているところがポイントなんですよね。はい、まあ閉じた時にねぴったりそうなるように閉まるようにねこういう工夫がされているので、まあ、仕方ないんですけどね。だその分こう網を置こうとすると互い違いなので、うまくいかない時があるということです。はい、そんな時にね、見つけたのがこのセリアのステンレススチールワイヤーシェルフ、日本語表記だとステンレスワイヤーシェルフですね。バーコードはこれです。本来の使い方はねなんかこんな感じで、タールバーの上から差し込んで設置してくださいと、やっぱり言うことみたいなんですね。タールバーの上から置いて下に物を引っ掛けたり、上に何か置いたりねするっていうことだと思います。はい、でこれをね、この辺りからカットしてやれば、この上の部分がねちょうどいい網になるというふうなねことを知りましたので、それをねやってみようかなと思うんです。はい、幅がねぴったり、多分ぴったりになりそうな感じですね。なので2箇所切断してやれば、もうそのまんまこれが網として使えるんではなかろうかという感じになります。はい、じゃあ工作をしていこうと思います。ステンレスなんでねこれ硬いんですけど、3ミリなので、普通にねニッパーとかで切れるかなという感じですね。
切る場所だけちょっと気をつけないといけませんね。一回切っちゃったらね、もう戻せませんので、どのぐらいの長さで切るかですよね。まあけどここにかぶせるだけなので、長いと逆に邪魔かな。だからまあ短め1センチぐらいでいいのかな。まあこれ多分適当でいいですね。これは長い方がいい理由があればね、長めに切ってから後で短くしてやればいいですけどね。どっちかっていうと多分閉まった時に、よいしょ、片付けた時に一緒に片付けれるような感じの方がいいと思うので、高さがこれあのスタンダードタイプだと2センチなんで、2センチ以内の方がいいでしょうね。ということははみ出ないようにこの辺りから切ってやるという感じですかね。そうですね、この辺りから切ってやりましょう。ということで、まあ、ペンチでちょっとやってみましょうか。ものは試し、こういうの切るときはね、ペンチとかニッパーですけど、グリグリとやりながらね、そのステンレスによってもね硬さが違いますので、ニッパーの刃が負けそうならね、刃が傷んじゃうのでニッパーでやらない方がいいと思うんですけど、ポキっていくと思います。ちょっとひねってみましょうか。こういうので掴んでね、曲がったり嫌なんで、このギリギリのところを掴んで、はい、こんな感じですね、切れました。じゃあこれをね、同じことをあと3箇所すればいいということになります。で曲げてやれば、はい、いけましたね。これで2箇所外れました。こんな感じです。でここがね、真上に向かってね直角に曲がってるのに対して、こちらはね鋭角にね60度ぐらいで内側に向かって曲がってますから、これをまっすぐにしてやるのを先にやった方がいいでしょうね。切っちゃうと短くなるんでね、曲げるのに力がいるので。でまあ疲労が心配だったらね、ここあのバーナーとかで炙ってからね、この部分をね柔らかくしてから、曲げた方がより確実に疲労は起きないですね。まあただ、そんなに慎重にする必要はないかなというふうに思いますので、このまま曲げてみましょうか。そのバーナーで炙るほどの必要はないんじゃないかなという気がします。まあただね、一気にやるんじゃなくて少しずつね、この辺がね手の感触のね大事なとこですよね。こうどのぐらいの力入れればどのぐらい曲がるかなっていうね、こういうのをね大事にした方がいいですね。あとあとDIY するときにはそういう感覚がね実は一番大事だったりするような気がします。よくわかんないですけど、私も素人なんでね、ただの趣味の DIY ヤーなんで、そんなプロの方から見たらね、なんかおかしなこと言ってるかもしれませんけどね。よいしょ、はい、だいぶね立ってきましたね。はい、だいぶ真上向いて立ちました。気持ちねこっちも内側に入ってるような気がするので、こっちも少し内側に入ってるままね、ちょっとこの状態でね一回まず切断していこうかなと思います。ちょっと曲がったかな。なるべくね、曲げは長い時に直した方が少しの力で曲げることができるので、ね、いいと思います。はい、だいたいいいですね。ほぼまっすぐになってますね。はい、なってます。じゃあ同じようにで、これでまたポキッと折ります。今度はね長いので、ここがここからここまでがね折りやすいんです。
はい、折れました。今回はですね、あえて手でやってますが、普通のニッパーですね、これ。ニッパーってのは本当は細いね、銅線を切ったりするようなね、道具なので、こんな太いステンレスの、太いっても3ミリですけどね、棒を切ったりするためのものではないので、やっぱりね、ちょっと無理はあるんですけどね。パキってね、折れると気持ちがいいです。切れました。こんなのがね、2本余りができました。はい、出来上がったね、ごとく、どんな風に乗せるかというと、幅がぴったりなのでこう乗ります。いいですね、完璧です。非常に気持ちがいい感じ、こんな風にね、外側に爪があるので手前奥にずらしてもね、網が落ちることがないという感じ、非常に良いです。で、内側に押してもね、閉まらない爪があるのでね、ということでこの爪がいい感じになってます。そうするとですね、今度はこれですね、 S ビットのミディアム、こっちもね、ちょっとこう前回の時に使えるごとくやってみようかなと思います。候補はこれですね、万能トレー商用水切り網 194×130、これキャンドゥ110円ですね。鉄でクロームメッキなので、ステンレスじゃないんでね、ちょっとね、錆びちゃうのが早いと思いますけどね。あと、メッキなのでね、この上で直接食材を置いてね、焼き物とかはやらない方がいいとは思いますが、これだったらどうかなと。まあ例によってね、この爪があるのでうまくパッと乗らないんですね。そうですね、普通はここを全部カットして、で余計なのを落として、ちょうどね、この曲がってる部分、足のこいつ邪魔ですよね。で、両方落としてもいい感じなので、両方を落としてやって、で小さいポケットストーブと同じような構造のね、網にして固定したらいいかなっていう気はしますが、まあこの辺で切っていきましょう。では切る上で、これをニッパーでやるとね、ちょっと辛いんでね、こういうのを使います。キャンドゥで見つけてきたね、家庭用の大型ニッパー、330円。切断能力、約3ミリまで切れますよ。